項とは、不平等条約の改正を話し合いによってではなく実力で行おうとする国民党の戦略であり、それに先導された民衆によって各地の日本人居留民が銃撃されたのです。過激な排日運動の嵐は満州にも及びました。満州には先の日露戦争で日本が合法的に獲得した正当な権益があり、多くの日本人朝鮮人が住んでいましたが、やむことのない排日テロによって生命財産の危機に見舞われました。背後には満州から日本軍を追い出そうとする中国軍部の暗躍があったことは言うまでもありません。満州の南部に日本の関東軍が駐留していましたが、その数わずか1万人、一方中国軍は25万人。満州各地で日本人朝鮮人はさまざまな迫害を受けましたが、関東軍は軍事行動を慎み外交交渉での解決を目指していました。日本人居留民から涙の抗議を受けましたが、関東軍は本国の命令がなければ動けません。しかし堪忍袋の緒が切れる時が来ました。昭和6年9月、日本の経営する南満州鉄道が高天に近い龍城湖で関東軍の一部将校の独断によって爆破されました。これをきっかけについに武力衝突が発生、満州事変の勃発です。後に満州事変を調査した国際連盟リットン調査団はその報告書に、日本軍の行動は自衛手段とは認められないが、兵が自衛のためと信じて行動したことまで排除するものではない、その遠因は中国の秩序なき混乱にあり、内乱によって受ける損害は日本が最も痛切なるものがあると記しています。治安が回復したこの地に満州国が建国されました。満州人、中国人、蒙古人、日本人、朝鮮人による五族協和の王道楽土を築こうとしたのです。しかしその夢は大東亜戦争の終結とともにわずか13年で儚くも消えてしまうことになります。停戦協定が結ばれ両国の関係が安定しました。そこで蒋介石の国民党は毛沢東率いる中国共産党との内戦を再開しました。しかし昭和11年、蒋介石が捕らわれ監禁された西安事件を契機に両軍は戦闘を中止し対日戦へと傾斜していきました。国は事件の拡大を望まなかったのですが、その後テロ事件が続発し、28日ついに日中間の本格的戦闘が始まりました。29日には通州に住む日本人朝鮮人居留民223人が、2003年の義和団事件の後欧州各国とともに合法的に軍隊の駐留を認められていた日本軍への不当な攻撃でした。当時日中開戦を熱望していたのは中国共産党でした。それは81宣言でも明らかです。我が国はこの支那事変の拡大を避けたかった。昭和12年12月、首都南京が陥落しますが、蒋介石が広大な中国内陸部へ日本軍を引き込む戦略を取ったため、戦場が中国全土に拡大していきます。一方アメリカ、イギリス、フランス、ソ連などは表では中立を宣言しながら、
背後では巨額な資金と大量の武器弾薬などを蒋介石軍に支援し続けました。我が国は何とか支那事変の早期解決を図るため最大の支援ルートの遮断を目指し北部仏印に進駐します。しかしアメリカはこれに対し直ちに屈鉄、製銅、機械などの重要物資の輸出を禁止するという経済制裁措置に打って出てきました。アメリカがいよいよ日本の正面に出てきたのです。我が国は重要資源の大半をアメリカに頼っていましたが政府は独自で東南アジアに代わりの物資を求めようとします。しかしこの地域を植民地にしているイギリス、オランダはアメリカと連携し日本の要求には何一つ応じようとしませんでした。アメリカ、イギリス、中国、オランダによるいわゆる ABCD 包囲陣が日本を窮地に追い詰めます。我が国はこの難局を打開するため昭和16年4月から日米交渉を開始。ところが交渉が進展しないばかりかアメリカは石油の全面輸出禁止を通告してきたのです。石油がなければ日本は立ち行きません。産業機械は止まり失業者が街にあふれ出ます。第一航空機や軍艦が動きません。日本政府の苦悩は極限に達しました。昭和16年9月6日大本営政府連絡会議は午前会議で帝国国策遂行要領を決定。それはこの年の10月上旬までに外交交渉が成立しなければ対米開戦もやむなしを決断したものでした。日米外交交渉が進まなかったのはアメリカには交渉をまとめる意図はなく対日戦争準備のための時間稼ぎだったのです。が退陣し東条英機内閣が成立。なんとか戦争を避けようとされた昭和天皇は東条首相に対し先の帝国国策遂行要領を白紙に戻し日米交渉の妥結に努力するよう指示されました。東条首相もまた外交の余地ある間に戦争に突入することは国民に申し訳が立たないと考えアメリカに対して新たな譲歩案を提出しました。しかしアメリカのルーズベルト大統領はいかにして日本に最初の一発を打たせるかを考えていました。それはイギリスのチャーチル首相の要請でもあったのです。11月27日春国務長官からアメリカ側の回答が寄せられました。運命の春ノートです。春ノートは中国やフランス領インドシナから一切の日本軍隊及び警察の撤退、日本、ドイツ、イタリアの三国同盟の破棄、中国における蒋介石政府以外の政権の否認などを要求する強硬なものでした。この春ノートに日本政府は絶望しました。中国大陸には多くの権益があり我が同胞も多数生活している。それを残して軍隊警察を撤退させることはできない。ことに満州には日清日露の戦いで多くの将兵の犠牲のもとに取得した合法的な権益がある。それを捨てることは到底できない。日本は明治開国以来欧米列強の植民地化を避け彼らと同等の国力を養うべく努力してきました。日本を邪魔者扱いにし始めた米英の抑圧と中国の激烈な排日運動にも我慢を重ねてきました。でも日本民族の息の根を止めようとするアメリカ
家の強硬な要求は絶対に受け入れることはできなかったのです。戦争を避ける道がなかったわけではない。全ての権益を捨てて日清戦争以前の日本に戻るという道もあったのではないかという人もいます。しかしそれは戦争をしなくても戦争に負けたと同じことです。選択の余地はなかったのです。軍令部総長の長野修身大将はその決断を次のように語っています。戦うも亡国かもしれぬ。だが戦わずしての亡国は魂までも喪失する永久の亡国である。たとえ一旦の亡国になろうとも最後の一兵まで戦い抜けば我らの子孫はこの精神を受け継いで必ずや再起三起するであろう。昭和16年12月8日我が国はついにアメリカ、イギリスとの戦いに突入しました。アメリカ陸軍のスチムソン長官はこの日のことを次のように日記に書いています。ハワイで我々を攻撃したことで今やジャックは問題の全てを解決してくれた。これで全米国民が危機感を覚え一致団結の機運が生まれた。アメリカではリメンバーパールハーバーを合言葉に若者たちは続々と兵役に志願しました。日本を最後まで悪者に仕立てたルーズベルトの謀略はここに完全に功を奏したのです。しかしピューリッツァー賞を受けたアメリカの元従軍記者ジョン・トーランドはその著書の中で次のように自国への疑問を投げかけています。豊かな天然資源と広い国土に恵まれ外国に攻撃される恐れもないアメリカはほとんど資源のない小さな島国日本の立場を理解することができるだろうか。アメリカが口にする正義は結局は自己の目標を貫かんがためであり唱える道義の奥底には自らの利益の追求があったのだ。極東の小国日本が大国を相手に立ち上がった大東亜戦争、これは国家と民族の生存をかけ1億国民が悲壮な決意で戦った自存自衛の戦争だったのです。父や祖父たち外国に押し入り略奪しようと戦地に赴いた将兵たちは一人もいません。ただただ純粋に愛する家族のため愛する国のために戦ったのです。そして懺悔したのです。靖国神社に祀られる御祭神は246万6千余柱。祖国日本の平和と繁栄の礎となって懺悔した英霊たち、私たちはその遺徳を忍び感謝の誠を捧げる心を失わないでいたい。ところが終戦直後これらの英霊たちを貶める一方的な戦勝国の論理に基づく不当な裁判が行われたのです。極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判です。この裁判は日本が行った戦争は全て侵略戦争であるとする歪められた歴史観を押し付けいくつかの残虐行為と称するものを確たる証拠がないまま歴史事実として断罪しました。この裁判はアメリカが
日本国民の誇りと愛国心を打ち砕こうとして、悪いのは軍部と政府であることを国民に宣伝するために行ったと見る向きもあります。その証拠に、裁判終了後、ウェブ裁判長もまた、この戦争を日本の侵略であると厳しく糾弾したキーナン首席検事も、この裁判は誤りであったと述べています。さらに、この裁判を強行させた連合国軍最高司令官マッカーサー自身も、昭和26年のアメリカ合衆国上院議会で、彼らが戦争に飛び込んでいった動機は大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったと証言しています。つまり、日本が行った戦争は自存自衛の戦いであったことを明確に認めたものです。インドのパル判事は、東京裁判は日本が侵略戦争をしたかどうかを審理するのではなく、最初から侵略戦争をしたという前提で審議し、大衆の心を支配しようとしたと述べ、さらに検察側の言う日本の侵略戦争の歩みを歴史の偽造とまで断言したのです。をする証人は誰一人呼ばず、臆することなく、大東亜戦争は自存自衛の戦いであり、我々の決断に間違いはなかったと堂々と主張しました。ただし、国民に対しては敗戦の責任は自分にあるとも述べています。獄中で病死した東郷重則元外務大臣は、子供たちに次の歌を残しています。いざこらよ、戦うなかれ、戦わば勝つべきものぞ、夢な忘れそう。戦争はしてはいけない。しかし、もし戦うならば絶対に勝て、勝たねば言われなき罪まで押し付けられるという悔しさをにじませています。今、靖国神社には東条英機元首相をはじめ、戦犯という汚名を着せられて亡くなられた1000名を超える方々が昭和殉難者として祀られています。昭和27年、日本が主権を回復した時、政府と国会が戦犯として亡くなられたこれらの方々を犯罪人とみなさず、戦争という公務による死亡と認定したからです。復讐の儀式であったといわれる戦犯裁判は日本国内でも行われ、多くの軍人軍属が無実の罪を着せられて刑場の露と消えました。いわゆる B 級 C 級戦犯といわれる方々です。陸軍大尉星島進の御事、ラバウルテ警視35歳。和子殿、親愛を持ち続けながら、そのいたわること少なかりし結婚生活を許せ。しかし、俺の武人としての正しさは誰かによって伝えられる。戦犯の名はつらかろうが、もちろん俺は日本の罪人ではない。和子よ、泣くな。子供をひがまさず正しい人間にしてやってくれ。陸軍軍属高橋久男の御事は、中国軍の接近を味方に通報、それによって中国軍が殲滅させられたという、ただそれだけの理由で北京で処刑されました。故国の皆様、お元気ですか？ご当地はまだ雪で畑仕事もできないでしょう。事実なきことも領民殺害の罪名のもとに裁かれるのです。今となっては何をか言わんやです。皆様、何事も運命とおぼし召し、諦めてください。数日前に亡くなられました。冥界の弟さんと今何を語り合っているのでしょうか？あとは死して皆様のおそばへ参ります。
妻タツのそばに置いてください。遥かに東方を要拝し、団長の思いを立って刑を待ちます。帰り見る38世、ここに倒る。戦争に負けた、それだけで身に覚えのない罪を着せられ、刑場の露となったあまたの若き将兵たち。半世紀を過ぎてなお彼らの無念は晴らされているのでしょうか。アメリカの本格的反撃に遭い、戦局は我が国にとって大変厳しいものとなってきます。しかし太平洋の各地では最後まで戦い玉砕する部隊が相次ぎました。鉄砲と銃をよこせ、ね、弾をよこせ、今からでも行くって言うんです。やっと歩けて食べもしない、それに怒る。食べなくたってね、銃があれば行くって言うんです。何もないんですよ、鉄砲も弾もないのも。大東亜戦争最初の玉砕地となったアリューシャン列島のアッツ島では、山崎康代大佐以下2500の将兵が守備していましたが、1万5000のアメリカ軍を相手に18日間前線、昭和18年5月29日敵陣に突撃玉砕しました。アメリカ軍のハーバート・ロング大尉の手記は語っています。先頭に立つ部隊長は右手に日本刀、左手に日の丸を持っている。部隊長が倒れた、再び立ち上がり、一フィート1インチと迫ってくる。拡声器で降伏せよと叫んだが、耳を貸そうとしなかった。ついに我が砲火が集中された。杉山参謀総長がアッツ島守備隊の最後を昭和天皇に報告申し上げると、陛下は最後までよく完投した、このことを伝えよと言われましたが、すでに将兵は玉砕し、無線機も破壊されています。そのことを申し上げると、陛下は厳しいお声で、それでもよい、電波を出すようにと仰せられたといいます。雪と氷で閉ざされた北のアッツに向けて、陛下のお言葉が打電されました。遥か北辺の地に沈まる2500の英霊の感慨はいかばかりであったでしょうか。航空機や小型潜水艦に乗り込み、自ら敵に体当たりする特攻作戦も敢行されました。それは祖国を守るための崇高なる懺悔だったのです。負けると思って行ったことありませんですね。もう我々が行けば必ず挽回できるんだというふうな気持ちで行きましたですね。私はやっぱりその、ね、特攻とこういうのを決意したんです。僕が純粋ですよ、色気もないもんですね。さあ、プリンターでやるんだと本当に、ね、純粋ですよ。なまじその教育を受けた、あるいは年配者があそこに広げられるようなので、ね、やはりそういったものはね、一つのこの一個大事な日本語を共にしましたから。死に遅れたという感じが非常に強くてですね、その先に沖縄に突入した特性は本当には申し訳なく思います。そしてこれからはなんとか日本という国家を再建してですね、もう一度昔日のごとき強力な国にしたいと。この人たちがこのまま死んでいかには日本はどうにもならぬじゃろうかと思うが、それこそ思い出したい。その人間魚雷の上へ特攻隊員が乗って日本刀をバーッとこうやってね振りかざして、あのことそれこそ窓からこう泣きながら見るので、あの日本刀
とかちらーっと朝日に向かって、あれが、ね、今がまだ目についてますけど、本当に今忘れられないで、若い人に忘れられてるのは何かと言ったら、スポーツだと思います。自分一人が死ぬことによって救われる。火の玉となって戦いました。一方で当時日本の国籍を持っていた朝鮮台湾の人々も、また東南アジア太平洋の島々の人々も一緒になって大東亜戦争を戦いました。やっぱり日本のためにあの命をなくなってもしたかった気持ちがありました。いつ死んでもかまない、国のためならば天皇陛下のためならばいつ死んでよし、そういうこの精神は非常に確保しています。歌を作るのできない、それをみんな日本人が知らせてくれた。そして何もできない、みんな日本人忘れない。今日の平和日本、繁栄日本の